モナ王はコンビニエンスストアや量販店などで販売されているロッテのラクトアイス、アイスミルク。最中の内側にバニラアイスが入ったアイス最中である。1995年を発売開始。かつてはパッケージにアントニオ猪木、ボブサップ、チェホンマン、マークン等が入っていた時期もあった。モナ王バニラの希望小売価格は140円。5個が箱詰めになった。 モナオーマルチは350円。宇治抹茶味や北海道小豆味のほか九州限定の塩モナオーミルクもある。2000年頃にテレビ CM が始まり、当初のテレビ CM には藤井隆が出演していた。2008年は、当製品のテレビ CM には名前にも引っ掛け、フリーアナウンサータレントの山本モナが出演している。2014年の CM は、 大英テレビ制作のテレビドラマ、スクールウォーズとのコラボレーションで、同作に出演した山下真嗣が、同作主人公の滝沢健二とそのドラマのテレビを視聴する、父親の2役で出演、森田光夫役の宮田康夫が、同作第8話の名台詞、悔しいです。の部分を、美味しいです。に自ら声を吹き替えた映像が利用された。2015年4月から、佐藤勝都と、 大場久美子が出演した CM が放送されている。2018年6月より映画、青夏君に恋した30日とのタイアップ CM の放映を開始し、劇中で、リオ役を務める青岩かなと銀蔵役を務める佐野、イサムトが劇中の役で出演した。バニラは、アイスミルクに、1号で宇ウジ抹茶は、ラクトアイスに分類される。またバニラでも、 箱売りされているモナをマルチバニラはラクトアイスに分類されるアイスクリーム商品価格改定のお知らせ株式会社ロッテ2020年6月3日閲覧また出演していた藤井隆が吉本興業所属のタレントということもあり BGM には同じく当時吉本興業に所属していた小谷金也現金也の ラブスタッフが起用されていた。セクシーゾーン佐藤勝都初の CM 単独出演。ずっとやりたいなって思っていた。シネマトゥゲー。2015年4月23日閲覧。青い若菜、一役二役の使い分けに苦戦。佐野勇とも、難しかった。オリコーン。2018年8月7日閲覧。ありがとうございます。